んでくれるかな。ああいいよ、パシーの荷物を積み終わったらすぐやるからね。ありがとう、頼んだよ。ねえセイル、今回の行き先は遠いのかしら。うん、厄介な天気になりそうで心配だよ。そうね、天気が悪くなったら危険だわ。海の天気は変わりやすいから気をつけるのよ。やっと終わったよパシー。ありがとう。お次はセイルの番。あれ、うん、いいか、よいしょっと。準備完了。レティ、どうもありがとう。行ってくるよ。行ってらっしゃい。潜入成功。やった、本物の冒険の始まりだ。まずい、雨が強くなってきたな。早いとここの辺りから抜け出そう。ずいぶん遠くまで来たぞ。ここまで来たらセイルも僕を追い返したりしないでしょ。ん？何の音？お、おい、苦しかった。誰かいるの？ロディだよ、驚いた？どうしてここにいるんだい？海を冒険してみたくって忍び込んだんだよ。僕も連れてって。それはできない、海に落ちてしまうよ。ライフジャケットだって言われた通りちゃんとつけてるのに。ダメだ、港に戻るからしっかり捕まって。お願い、嫌だよ、帰りたくない、お願い。うわあ、落ちちゃう。大丈夫、ちゃんと捕まって。大きな波が来てさらわれてしまったんだ。大変だ、ロイ、アンバー、セイルを頼んだよ。ロディを探しに行ってくるよ。わかった。おお、誰か助けて、僕はここだよ。うわ、どうしたらいいんだろう。そうだ、まず落ち着いて居場所を知らせなきゃ。よし、習った通りにこうやって笛を吹くんだ。エリー、何か見える？霧が濃くてよく見えないや。待って、何か。ロディの笛の音だ。どこから聞こえてくるか見てくる。誰か助けて。見つけたぞ、ついてきて。了解。ロディ、ヘリー、ヘリー、浮き輪だ。よいしょ。もう大丈夫だからね。繋いだよ。了解、さあ港へ戻ろう。セイルは無事なの？ああ大丈夫さ。あ
よかった。ミニー、どうしたんだ。ねえ、これ何？一体どうしたって言うんだい。どうしてこんなものが。私が欲しかったのはこんなのじゃない。おかしいな、どうしてこんなことになったんだ。よいしょ、これはスプーキーのと入れ替わったんだ。スプーキーのと、ああ、同じ箱が2つあったから間違えたようだ。箱が同じだったせいで本当に申し訳ないな。うわ、そうだよ、きっと入れ替わっちゃったんだ。何かあったの？あのね、帰ってくる途中でダンダダン、ダンダダン。スプーキー、そんなにスピードを出したら危ないぞ。ごめんなさい、ビルダーさん。まったく。つまりわしの箱がスプーキーの箱と入れ替わってて、スプーキーのはミニーのと入れ替わっていたと。はい、それでそのミニーの箱がここにあるかと思ってきたんです。困ったな、箱は全部郵便局で送ってしまったんだよ。え、郵便局？ボスティー。ボリー、どうしたの？実は急ぎのようなんだけど、ビルダーさんが今朝君に送るよう頼んだ荷物はまだここにある？ビルダーさんの荷物？あれは1時間前に港へ届けたけど。え？無事に終わった？まだなんだ。ちょっとややこしくて。どうしたの？スプーキーがビルダーさんとぶつかりそうになった時にまた箱が入れ替わってたんだ。また？その入れ替わった箱をパシーが積んで海へ出ちゃったらしいんだ。なんですって？なんてややこしいの？だから海でパシーを探してミニーのご褒美を見つけなきゃ。みんな港へ来て、僕に考えがある。了解。ボリー、エリー、先に行ってパシーを見つけて。僕らもすぐに行くから。了解。準備はいい？ボリー、パシーを見つけたよ。場所を送るね。了解。パシーが見つかってよかった。よくわからないけど、お役に立てたら嬉しいわ。あっちだ。みんなこっちだよ。パシーが船の中を探させてくれるって。パシー、ポスティから預かった荷物が入ってるコンテナはどれ？多分その赤いコンテナだと思うわ。ありがとう。ポリー、先に黄色のコンテナをどけないと。うん、アンバーと僕は右側を、ロイは左を持って、ヘリーが箱を探せるように黄色のコンテナをどかすんだ。うん。準備はいいかい？うん、じゃあ行くぞ。1、2、3。気をつけて。ロイ、もう少し右よ。よし、いいわ。ヘリー、お願い。さて、どこかな。隠れてないで出ておいで。お、あったぞ。よし、これがビルダーさんの箱。任務完了。よかった。この箱を追いかけて海の向こうまで行くとこだったね。うん、みんなお疲れ様。ありがとう、パシー。助かったよ。どういたしまして。ミニー、
僕がつけてあげる。ほら、とっても可愛くて素敵。みんなどうもありがとう。ああ、本当にみんなありがとう。16、17、18。セイル。ああ、リフティ。何してるの？星を数えてるんだ。なんで？眠れないの？変だよね。いつもはすぐ眠れるのにさ。待てよ。君はキャンプに行くんじゃないの？ちょっと遅れていくよ。セイル、僕に任せて。子守歌を歌ってあげる。僕に悪いからまだ出発していないのかい？わかった。歌ってくれるかな？僕が寝たら君も心置きなくキャンプに行けるしね。ああ、じゃあいい？眠れ、眠れ、海が聞こえる、まぶたを。眠くなってきたよ。ありがとう、リフティ。ありがとう。いやー、セイルじゃないか。こっちだよ、セイル。いやー、みんな。待って。待ってよ。セイル、寝ちゃった？はあ、赤ちゃんみたい。いい夢を見てね。みんな、作戦を実行しよう。了解。もうちょっとだ。よし、はい、そこ。またテリー、セイルが大きすぎてトンネルには入れないよ。そうみたいだ。向こうの道で丘を登っていくことにしよう。坂が急すぎる。もうちょっとだよテリー。わかった。うわっ、テリー、ストップ、ストップ。どうした？待って。セイル、セイルは無事か？なんとか。セイル、起きちゃった？リフティいたのか。夢の中でキャンプできたよ。おう、うわぁ、なんで坂道に。頼む、動かないでくれ。俺たちはセイルをキャンプ場へ連れて行くんだ。君たちが。セイル、誰をゲストに呼んだらこんな遅くなるんだ。助けて。なんてこった、すぐに行かなきゃ。待っててね。ジン、パトロールは終わったからキャンプ場に向かうね。予定変更よ。雲の坂で事件発生。ヘリーの情報ではテリーとリフティが危ないの。レスキューチーム全員で今すぐ向かって。了解、みんな行くぞ。無事かい？僕はなんとか。アンバー、大丈夫？ええ、ギリギリだったけどね。つまり、リフティのびっくりするゲストっていうのはセイルのことだったんだね。その、セイルが一度もキャンプに行ったことがないって言うから連れて行ってあげたかったんだ。ああ、リフティ。すまん、セイル。こんなはずじゃなかったんだ。もういいさ。キャンプには行けないけど、
こんな優しい友達がいると分かったからね。うん、今日はもう一つ仕事が残ってるみたいだね。みんないいかい？うん、うん、よく寝た。ルカ、よく眠れた？ルカ、ルカ、どうしたの？どこか痛いの？ついに潜望鏡ができたわ。うわ、本当にすごいね。ヘリ、先に使ってみて。あ、本当？うわ、見えるよ。次は、うわ、上も下もよく見えるね。すごいよ、ジン。大したことないわ。こちら、レスキューチームです。ジン、大変だ。どうしたの、セイル？ルカが病気みたいなんだ。ルカが病気だって？うん、病院に連れて行きたいんだよ。ルカを助けてくれる？もちろんよ。レスキューチームが出動するわ。みんな、ルカが海の中に沈んじゃったんだ。いくら探しても見えないんだ。とにかく急いでルカを探さなくちゃ。心配しないで、ルカは必ず助ける。ボリー、潜望鏡を使おう。あれならきっとルカをすぐに見つけられるよ。よし、今すぐ潜望鏡を取ってきて。うん。じゃあヘリーが戻るまでに準備をしよう。了解。浮かべてきて。了解。ルカ、ここだよ。ロイ、水槽を下ろして。了解。怖がってるんだ。もし入らなかったらどうしよう。ルカ、怖がらないで。君を助けたいんだ。そうよ、ルカ、早く入って、お願い。ルカ、入っておくれよ。ルカ、お願い。ルカ、ルカ、早く入って。よし、引き上げるよ。
セイル、ルカは僕たちが病院に連れて行くよ。ありがとう、みんな。ロイ、じゃあ頼んだよ。任せて。よし、それじゃあ出発。うん、はっ。服についた火の消し方。服に火がついたらどうするか知っているよね。はい。あ、マフィン。ジョニー、起きろ。服に火がついてるぞ。何？消してくれ、消してくれ。ピーター、ジョニー、服に火がついた時はどうするの？ジョニー、あそこ、うん、まず止まる、走らない。次に口と鼻を塞いで寝転ぶ。そして右左に転がる。わかった？忘れないでね。はい、忘れません。ん？ではみんな、はい、どうぞ。ハッピーハロウィン。嬉しい、ありがとう、おじい。わお、ジョニー、いいね、その吸血鬼、ナイスだよ。君の骸骨も最高。じゃあ行こうか。よし。トリックアトリート。あら、まあ、ピーターとジョニーね、よく仮装できてるわ。はい、これどうぞ。ハッピーハロウィン。 ありがとう。トリックアトリート、ハッピーハロウィン。わあ、ありがとう。トリックアトリート。ヘリー、僕だよ、ピーターだよ。やだな、すごくびっくりしたよ。僕たちにもちょうだい。ピーター、ジョニー、ハッピーハロウィン。ありがとう、ポリー。ヘリー、残ってないようだ。お菓子をくれないといたずらするぞ。やめてくれ、キャンディーをあげろよ。トリックアトリート。クリニー、クリニー、トリックアトリート。わお、かっこいい仮装だね。トリックアトリート、トリックアトリート。なんて面白い子たちなの。はい、どうぞ。わあ。こんにちは。誰もいないのかな。うわあ、あれ見て。いやに簡単に驚くもんだな。なに？ありゃりゃ、まるで忍者みたいに素早いな。キャンディーを奪う実力はすごいもんだろ。こんなにお菓子があったら復活祭まで持つね。わあ、それどうしたの？すっごくでっかい飴。あっちでロイからもらった。僕らも行ってみよう。あ、ジョニー。ジョニー。火が、消して、誰か消して。待って、ジョニー。あ、ジョニー、ジョニー、止まれ、止まるんだ。まず止まる、走らない。地面に寝転ぶ、そして転がる。そうだった、止まる、地面に寝転ぶ、転がる。ジョニー、ジョニー、大丈夫？あー、大丈夫。大丈夫か確認する、動かないでね。ジョニー、危ないところだった。うん、でも本当に怖かった。服に火がついても慌ててはいけないよ。動き回ると火がもっと大きくなってしまうんだ。手で顔を覆って守ろう。煙が肺の中に入らないように鼻と口を押さえるんだよ。そして地面の上で何度も転がって火を消そう。燃えた服が体にくっついているかもしれないから注意してね。
大人の人に助けを求めて。わかった、そうする。そうかい。服に火がついた時はどうするの？止まる、寝転ぶ、転がるその通り。それじゃ、分かってくれたからご褒美をあげるよ。わあ、すごく大きいありがとうロイふっ夜道は危険がたくさん。懐中電灯、たくさんのジュース、おう、地図、あとチョコレート。食べ物より大事なものがあるだろ。急に食べたくなるかもしれないだろ。はぁ、あ、わかったよ帰らないの？うわぁ、なにこれ。君には関係ないだろ。あっそう、先生はそう思わないかもね。ジェニー待って。なによ。僕たち今日の夜ホタルを探しに行くだけなんだ。ホタルがいる場所知ってるの？うん、フクロウの森にたくさんいるらしいんだ。だからホタル探しの冒険を計画してたんだよ。すごい、私も一緒に行くわ。でも危ないんだよ。わかってる、だから一緒に行くのよ。勇気のある人がいた方がいいでしょ。よし、じゃあもっと食べ物持って行こう。あーもうごめん。じゃあ地図を見ましょう。うん、ダグ、懐中電灯出して。わかった。じゃじゃーん。あれ、ダグ、それはソーセージだろ。おかしいな、持ってくるのを忘れたみたい。なんで確かめなかったの？ケビン、地図は？あれ、ないみたい。どうして地図を忘れるの？絶対リュックに入れたはずなんだ。これじゃダメね、私帰る。ねえジェニー待って、道は覚えてるから。本当？本当さ、ついてきて。よし、冒険の始まりだケビンがいなくなった？出ていく音をスージーが聞いたらしいんだけど。うん、それで床にこれが落ちてたの。ん？これ何の絵だろう？地図みたいね。あ、ホタルだ。どうしてフクロウの森ってこんなに怖いんだろう。ああ、どうしよう、ヘッドライトが。もう一つのライトが外れる前に急いで森を出なくちゃケビン、この道で合ってる？遠すぎるんじゃない？そんなことない、この辺りのはずだよ。このままだと森のお化けに会っちゃうかもね。お化けなんて嫌だよ。ねえ見て、あれってホタルだわ。見つかるって言っただろ最高ねえ待って、あれライトみたいに見えない？うん、そうだね。お化けだ。あ、見つけたぞ。あ、大変、スプーキーだ、スプーキースプーキー、君だなんて驚いたよ。暗い時はゆっくり走らないと。そうだね、ポリー。でも怖かったんだ、ごめんよ。大丈夫だよ、スプーキー。暗い時はいつも以上に気をつけるのが大切なんだ。暗いと人も運転手もお互いのことがよく見えなくなるんだ。暗いところを歩くなら明るい色の服か反射するものを着よう。そうすると運転手からも見えやすいよ。車が来たらまず落ち着いて止まって、端に寄って車が通り過ぎるのを待ってから歩き始めよう。
こうすれば運転手も君も安心だ。それからもう一つ、夜外に出るときはお家の人に聞いてからにしましょうね。よく知っている道でも夜になると違って見えるの。あれ？だから怖くなったり迷子になったりするわ。さあそろそろ帰ろう。お家の人が心配してるよ。うん、そうだね。見て、すごいよ。綺麗。やったルーシーの新しいお友達。そして魔法使いはこう言いましたと。ママ、バディを散歩に連れてく時間だよ。散歩？ああ、今は無理よ。ママは忙しいの。それなら僕が行ってくるよ。私も一緒に行きたいな。本当に大丈夫？うん。ねえねえ、私もバディを散歩させたいよ。ルーシー、犬の散歩は誰にでもできることじゃないんだぞ。ピーター、一緒にサッカーやろうよ。サッカー？ほらルーシーが散歩させていいぞ。本当？今日だけ特別だからな。そうだ、公園からは出ちゃダメだからな。わかった、任せといて。待ってくれジョニー。行こうバディ。バディの友達ね。すっかり仲良しになったんだね。バディ、ちょっと待って。こんにちは。犬を散歩させてる時にリードを離しちゃダメよ。はい、ごめんなさい。かっこいい。名前なんて言うんですか？触ってもいいですか？この子はパーシーっていうのよ。知らない人には警戒心が強いの。そうなんですか。どうやったら仲良くなれるんですか？それじゃあ少し離れたところから挨拶してみて。こんにちは、私はルーシーよ。いい感じね。次はパーシーが自分から行くまで知らんぷりをしてて。これでいい。ルーシーを気に入ったみたいね。本当に？強く蹴るなよな。ちゃんと止めてくれよ。うわー、かっこいい。映画に出てくる犬みたいだな。お兄ちゃん、この子はね、パーシーよ。こんにちは。うわー、毛がふわふわだし、尻尾が長いな。上に乗ってもいいですか？こらこら、勝手に触っちゃダメでしょ。なんで？うわー、ピーター、怒らせちゃったよ。逃げろ。ダメよパーシー。こらえて、助けて。あ、何かあったの？危ない。ピーター。アンバー、バーシー、落ち着いて。大丈夫よ。二人とも大丈夫？もっと気をつけるべきだったわ。ごめんね。僕たちもごめんなさい。お兄ちゃん、なんでバーシーを勝手に触ったのよ。だってかっこよかったからつい。みんな、どんなに可愛い犬に出会った時でも勝手に触るのは良くないことよ。これから犬との接し方を教えてあげるわね。知らない犬に出会った時は近づいたり触ったりしちゃダメよ。
犬が驚いて襲ってくるかもしれない。犬が襲いかかってきた時は物を投げたり走って逃げるのはダメ。ゆっくりと後ろに下がり犬と距離をとってカバンやコートで身を守りながら周りにいる人に助けを求めてね。それと犬を散歩させる時は必ずリードをつけて絶対に離さないように注意しておくこと。どう？しっかり覚えられた？うん、気をつけるよアンバー。変わってよ、僕が散歩させる番だろ。お兄ちゃん、犬の散歩って誰にでもできることじゃないんだよ。行こうバディ。うるし、バディ一緒に行こうよ。